核片自体は、別の生き物だと考えているので、芸術においてその時代その時代の問題提起であるということはとても重要なことでありますし、人の心を動かすことが一番大事かなと思っていますね。ハヤブラブに関しては日本語訳にすると木枯れ死にっていう訳なんですけど、本当に苦しい時期の写真で、人間の生活をしながら写真を撮り続けるなんて狂気の沙汰じゃないと思って、もう写真を手放しちゃおうと思ったんですよね。で、己をなくすことが愛という、言葉を知って、己をなくすことが愛なのは自己喪失を試みよう、でそのまま写真を手放そうと思ったシリーズですかね。常に他者を通して自己を撮ってたんですよ。生きるために撮り続けてたんですね、自分を生かすために。それが病気をきっかけに変わったんですよね。子宮頸がんっていう宣告を受けたんですけど、その時に目の前が真っ暗になって、世界も真っ暗になって、私はがん専門の病院に入院していたので、その時にがんを抱えながら生きている女性を見た時に、私のイメージを破壊したんですよね。本当に衝撃的で、ものすごく輝いてたんですね。これが命の輝きっていうものなのかと思って、こんな美しい人を見たことがないと思って、そのまま衝撃を受けたまま手術を受けて、もう退院して1ヶ月も経たないうちにも機材を持って、もう取り憑かれたように撮影を始めて、初めて写真が好きだと思ったんですよ。今はとにかく撮るたびに生きようって思えるんですよね。生きていくという覚悟ができたんだと思いますね。見える傷も見えない傷も本当は同じで、抱えてることに違いはなくて、で、キャンサーサバイバーっていう言葉がありますけど、人生においてはみんなサバイバーなんですよ。なので、もう一つ、もう1ミリ、もう一歩と歩み寄ることができれば、もう少し対話が生まれるんじゃないかなと思いますね。で、その架け橋が写真であれば、私は本当に嬉しいです。